この時間ですけども岩井コスモ証券の投資調査部長でいらっしゃいます有沢翔一さんに解説をしていただきます有沢さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、改めて見ていきますそもそものこのセブンアイホールディングスの営業利益の構造こちらです国内と国外のコンビニがおよそ9割 スーパーパは2%にととどまるということなんですここに対し、物言う株主として知られるアメリカのバリューアクト・キャピタルが、低迷するスーパーの最近に力を注ぐよりも、 コンビニ事業を独立させて経営資源を集中させるべきと主張していたこれに対して有沢さんはこう話しますアメリカと日本の経営思想の違いではというですねあ、まあ、あの日本の企業なんですけどもこのバリューアクトキャピタルはアメリカの会社そのあたりの日米の考え方の違いというのがそれもあ,のあると思いますね。あの アメリカの企業ってねあんまり一つの企業がいろんなことやらないんですよ、うん、日本って結構いろいろするじゃないですか、うんはい、アメリカの企業の場合は一つのものがどんどん伸びてきたらもう会社から出て、うん、新しい会社で独立するっていうやり方が多いんですよね<ー>だからあの彼らこのファンドの人たちから見るとこのセブンアイに関して言うと、うん、もうそのコンビニ事業を切り離して、はい そして、どんどん成長させていけばいいんじゃないかっていう考え方になったのかなと思います。例えばさん、伊藤洋華とご利用されるんですよね。よく使います。うん、あの、まあ、コンビニ、私は使うけども、うん、それはやっぱりいいものを買おうっていうかね。例えば、その生鮮食料なんか買おうと思ったら、コンビニ行きますかって行かないですよ、うん、で、特に、まあ、関西、あんまり伊藤洋華とないですけど、安倍のにやりますから。うん うちの家族はよく行きます、ね。あ,あ、そうですか。やっぱ魚なんか買うっつったら、イトヨガタだって思いますけどね。だからスーパーマーケットがあることが、まあメリットだというね、そういう意見だったわけなんですが。はい、はいえー。儲かっている事業をより伸ばすべきとする、このバリューアクトキャピタル。物言う株主としても知られているんですが、有沢さんはこう話します。物言う株主というと、厄介者のイメージがあるんだけども、今はそうでもない。とお話すんですね。どうなんでしょう、そ、うんな。ちょっとね、物言う株主っていうのはね。はい。 聞こえがちょっと悪いような気がしますね。あの彼らが目指しているのは企業価値の向上なんですよ。だから今の経営人も企業価値の向上を目指しているわけでしょ。ゴールは一緒なんですよね。それに対するこう進み方の違い、こっちの方がいいんじゃないかっていうことを言っているだけであって。 あの厄介者とかうるさいなっていうのは <laughs> ちょっとやめてあげたほうがいい,い。<laughs> だから真摯に彼らの言ってることもね、ええ、聞いて、うん、あの自分たちの経営の中に取り入れていけばいいんじゃないかなと思います。実際実績もねあるということなんですよね。そうなんですね。過去の事例を見ていくと例えばマイクロソフトえこちらにも取締役を送って株価が7倍以上に上がった。すごいですね。そうですよね。えそして日本の企業オリンパスにもえ取締役を送って 株価が3倍になったでこういったところにも投資しているというところから投資動向に注目が集まっているという企業でもあるんですね、まあ、だけどもそのバリューアクトと割とその時間をかけてしっかりとそういう調整は進めてきていたとといううことなんでですすよね、はい、そうですねそただね結果として社長の退任を求めるなんていう,、ね、こう,いう提案だ出しているわけですから。うんうん 必ずしも話し合いは建設的には進んでなかったんじゃないかなと思いますはい。今お話にもありましたが繰り返しになりますが今日のお話ですねセブンアンイホールディングス今日の株主総会では投資会社バリューアクトの提案伊坂社長の退任は否決されました、うん、そしてコンビニ事業の独立も拒否されたわけなんですが一方で伊藤洋華堂の不採算店舗を 閉鎖する、こういったことをするなど、改善を進める方針は明らかにしたということなんです、はい、バリューアクトは、かねてから、同社の戦略ミスの責任は社長にあると非難しており、今後も火種を残しているということです有沢さん、今後どうなりそうですかね、否、ま、決、あ、されたわけですけども、はい、セブンアイも,、はい、あのもうじゃあ、私たちの提案を諦めますとはならないでしょう。うなならない、はいは まだこれからもあの話し合いっていうかねいろいろとこう声をかけていくと思いますし、はあ、であの伊藤洋華堂の不採算店舗を閉鎖するって言ってますけどね、うん、改善を進める方針示してますけどこれでは彼らは満足しませんよ多分ああそうですか、えー、だってこれぐらいのことだったらすぐできますもん彼らが求めてるのはもっと変革的なことですからね,ね今会社側が言ってるのはあのコンビニもね こののままの状態でで成長が続くとは思えないんですよ、うん、ある程度飽和してるんででコンビニが厳しくなった時に強みを発揮できるのは食品分野だとうん、うん、その時に伊東洋華堂の力が発揮でできるるっって言って言んですよね、うん、だからその姿っていうのをもっともっと具体的に出していかないとこうこうこういう形で、えー、こうなったら伊東洋華堂がと一緒にいることが役に立ちます,ま立ちますよっていうようなことをね、うん ちょっと丁寧に具体的にいろいろ説明していくべきじゃないかなと思います,すね。今後のセブンイレブンとイト洋カードどうなっていくんでしょうかこの時間は有沢さんに解説をしていただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました